はい、こんにちは。今日はね、地熱発電やってみたいと思います。噴気孔は常に熱が発生してるので、これで発電できるとしたら無限発電が実現できるんじゃないかということで、行ってみましょう。まずは前回使い古した電池を持ってきます。移動に使ったやつも減ってるし、予備もほとんどすっからかんですね。で、熱で発電するためには以前火力発電で試したのと同じようにエンジンを使うので、その辺から取ってきましょうかね。この辺の基地のビーム砲は一通り潰してるんだけど、ドローンがちょっと邪魔ですね。5つほど無力化したドローンを置いとけばそれ以上は出てこないので、これで安心かな。よし、これで材料は大体揃いました。で、まず火を使わずにどうやってエンジンを回すのかなんだけど、こうやって噴気孔の熱を伝えるような形で、熱を通しやすい何かで噴気孔の外にあるエンジンにつなげます。この噴気孔の外は0度で、噴気孔の中は100度なんだけど、こうやってつなげることって噴気孔の熱が外に伝わってエンジンが回るってな仕組みになってます。ん？ああ、作り自体は間違ってないんだけど、エンジン側の鉄の方が温度が高くなってますね。これその辺に転がってたからちょうどいいやと思って使ったんだけど、噴気孔内に転がってたからほっかほっかの鉄になっちゃってますね。これだと正確な検証にはならないので、熱が冷めてキンキンになるまで置いといて、その間に噴気孔内は常に100度って話をしたんだけど、じゃあ噴気孔内に置いとけばよくない？って思われる方がいるかもしれないので、軽い動作確認をもう一つ。確かに噴気孔内にエンジンを持っていくと熱を加えた時と同じように回転するんだけど、しばらくすると止まります。これはエンジンの温度が上がってこれ以上上がらなくなると止まっちゃうからなんだけど、これを噴気孔外に持っていくとさっきと逆回転します。なのでエンジンは熱を与えつつ放熱することで回るって仕組みになってるみたいですね。ちなみにエンジンは軸に向かって時計回りに回るってのが一般的な認識なんだけど、噴気孔内に入れて温度が上昇してる間はよく見ると反時計回りで、噴気孔外に出して温度が下降してる間は時計回りで動作するみたいなので、一般的に常温で回転させてるときは放熱の効果で回ってるって解釈するのが正しそうです。この辺は昔噴気孔が実装されたあたりでなんとなく気づいてて、気温と熱の検証あたりで一定基準での状況証拠を掴んではいたんだけど、エンジンの効率化についてはまだまだ研究の余地が
ありそうですね。まあ今回はその辺は置いといて、さっきの鉄の部品が冷めたところって改めて実験してみると、まあさっきお話しした通り、噴気口内の熱が伝わってエンジンの温度が熱伝導と放熱で上がったり下がったりしながらいい感じに回ってますね。よし、エンジンを回すところまでの確認はできたので、実際に発電する仕組みを作っていきましょう。ちょっとこの辺坂になってて、物を固定しようとした時に変な位置になったりするんだけど、これは世界の断りなのでしょうがないかな。斜めに傾いても嫌なんでねちなみに私はよく物を仮固定するときに生ゴムを使うんだけど、こいつは常温で長さを変えたり簡単にぶった切れたり草ほど引火しないので便利です。こういう資源が少ない場所だと使い終わったやつをまたくっつけてリサイクルできるのもいいところですね。で、このエンジンとモーターをくっつけて、あとはモーターを地面に固定すれば、あれ、坂のせいで変な位置にずれちゃいますねしかも変な音がしてます多分エンジンとモーターの軸がずれて暴れベアリングみたいな状態になってるんじゃないかな。暴れベアリングはベアリングをひねってくっつけると無限に動く物体が作れるっていうバグ技なんだけど、うまく使えばこれだけで無限発電できそうなので、興味がある方は試してみてもいいと思うんだけど、よし、とりあえずなかったことにして正常につなげることができました。この状態で噴気口の熱を伝えてやると、仕組み自体は間違ってないはずなんだけど、熱伝導効率が悪いですね。音はしてるんだけど、手で掴むと止まる程度の回転しかしてないので、部品数を減らせば効率化できるかな。さっきよりか良くなってるような気がするんだけど、あ、しばらく様子を見てたら一気に充電が進むようになりました。ある一定温度からエンジンの効率が上がるのかな。そのまま様子を見ていくと、ほぼすっからかんの電池が約1分くらいで満タンになるくらいの速度ですね。まあうまくいったと言っていいでしょう。で、察しのいい方はお気づきだと思うんだけど、今回の地熱発電は少し前にやった火力発電とほぼ仕組みは同じです。ただ今回の地熱発電では何も消費せずに無限に発電できるっていうのと、噴気口のある場所って周りに草も生えないような気候の場所が多いので、そういう環境を拠点にしやすくなったんじゃないかってな開拓でもありますね。ちなみに噴気口でエンジンが無限に回せるって仕組みまでは噴気口実装後にすでに発見されてた現象だったんだけど、主に移動に使うエンジンを固定しないと使えない
っていうジレンマがあって、この仕組みを何かに発展させるのか難しかったんだよね。でも電気の実装によって、ここで蓄積したエネルギーを他の場所で使うことができるようになったってのが、今後の発展につながりそうなところかな、とかなんとか言いつつ、一旦火さえ起こせば火力を使った方が効率はいいですねちなみに冒頭から後ろの方で硫黄が燃えてるんだけど、これは以前滞在してた時に燃やして遊んでただけで自然に発火したわけではないです。たまに自然に燃え上がっても面白そうではあるんだけど、むやみに燃えると世界の処理が重くなるのが難点かな。よし、まあ何にしてもこれで一通りの電池が充電できたので、今回はこれでいいかな。ちなみに火力発電自体便利すぎて、私の中で禁じてスレスレって話をしてたんだけど、火を使うってことって乗り物に実装するにはリスクもありそうなので、その辺のトレードオフがどのくらいあるのかってのを試す意味も含めて、しばらく使っていこうと思います。ただし電動エンジン、てめえはダメだということで、地熱発電やってみたわけなんだけど、まあそれなりに使いようはありそうなので、工夫次第で何かに応用できそうですね。で、この後船に硫黄を積んで、また元の島に無事戻っていったんだけど、この海のどこかに財宝が沈んでるってな話があって、実際に発見した報告もあるので、これを探しに行きたい。ということで、次回は水中モーターやっていきたいと思います。以前ちょい役で出したんだけど、それの決定版みたいな感じですね。はい、じゃあ今日はこの辺で、バイバイ。